4月に着たい洋服をご紹介していきたいなと思います。今回なんとこれが出てきますよ。そう、エアホース×ティファニー。4月に着たい服3シーンで分けました。バイク編、ラフ編、デート編ということで、ね、はい、本日ですね、4月に着たい洋服をご紹介していきたいなと思います。ということで、いよいよ夏が始まります。そこでね、僕が着たい洋服を今回紹介していくわけなんですけど、これ久々にあったんでね、もう早速ざっと紹介していこうかなと思うんですけども、今回なんとこれが出てきますよ。そう、エアホース×ティファニーっていうところでね、まあこれも後々紹介はしていくんですけども、まずは一番最初、僕最近バイクよく乗るようになったんで、バイク的な格好をしていこうかなと思います。でバイクの格好はね、このノースフェイスのカーゴパンツをね、よく履いてるんですよ。ちょっと一回履いてみましょう。まあ、以前ですね、レビューしたことあるんですけども、これね、なんか結構バイクのシルエットにめっちゃ合うんですよ。でジャケットはね、僕が作ったコーディラのブルゾンなんですけど、これミスも弾くんで、多少雨降ってきてもね、これやったら問題なくて、まあ、こんな感じでヘルメットかぶって、まあ、ツーリングに行くっていうのがね、最近のスタイルでございます。でその時のスニーカーとしては、やっぱスニーカーも雨を考えたいので、バンズの、職人っていうモデルやったかな、この防水のスニーカーを履いていくことが多いです。だから僕がツーリングする時マジでこの格好なんですよ、最近ね。こんな感じで、唯一の欠点としてはギアチェンジ変える時にここ痛いんですよね。やっぱバンズかっこいいねんけど、ギアチェンジする時だけね、これやっぱ革靴の方がええなと思いながらやってるんですけど、まあ見た目的には こっちの方がかっこいいでしょ。だからね、こんな感じでやってるっていうのがね、3点連続でバンバンバンと紹介させていただきました。次はまあラフスタイル、ちょっとラフなスタイルでいこうじゃないかっていう時のスタイルなんですけど、まあ、それがですね、こんな感じですね。バギーズショーツのちょっと派手なやつに、まあ白Tはね、ちょっと僕今これっていうのがちょっと見当たってないんですけども、まあ、今着用させてもらってるのは、前回グンゼさんから案件でいただいた T シャツをね、まあ、これ着てるんですけど、まあ、それに、まあ、サングラスかけて、まあ、ちょっと夏っぽいじゃないですか。でこれでコンビニとか行くとか、ちょっと運転するぐらいだったらね、まあ、こんな感じでいいかなとかって思うし、まあ、ショーツはね、今年履くやろうなっていうショーツって3つしか僕今なくて、まあ、このバギーズショーツと、で次がね、このナンガも履いていきたいなと思ってるんです。でナンガがね、今年出たばっかりのこのショーツなんですけど、形とか結構綺麗なんですけど、僕1個気になるのが、このね、前のバックル、これもういつも邪魔なんですよ。でバックルあるやつって結局履かんくなるんですよね。だからもしかしたらこう履いていく最中でもうこのバックル邪魔くさいから、もうええやって言って履かんくなるかもしれんけど、まあ、形としてはまあ綺麗なんちゃうかなと思ってます。でもう1個がね、この和紙のデニムショーツですね。結局はこのバギーズショーツと、まあ、これに落ち着くんちゃうかなと思ってますけど、まあ、一旦ねこれも履いてはいきたいなというふうには思ってます。で足元っていうのはもうほんまにリラックスしてその辺パーッと行くだけなんで、まあ、レインボーサンダル、今年はブラックを育てていくということで、動画でも直近の動画でもお伝えしたっていうか、購入動画出したと思うんです。オッシュマンズに行くってこっちに出てると思いますけど、まあ、その時に購入したサンダルなんですけど、まあ、ちょっとプラーっと行くとか、まあ、海とかでもこれでも全然行けるじゃないですか。で、まあ、海行かんにしてもちょっとコンビニ行こうかってなった時に、もう普通に白 T とショーツ履いてサンダルだけなんやけども、なんかちょっと他の人と違うというかね、30超えてるおっさんの割にはなんかちょっとこう海外セレブまではいかんけども、あれなんかちょっといい感じやんっていう風になればいいなっていうことで、これがラフスタイルになってます。で8点ね、今で紹介したかなと思います。バイクのカーゴ、コーデュラ、バンズで、ラフスタイルはまあ T シャツで、ショーツが3つですね。1、2、3でレインボーサンダルというところで、一応同じやつは下の動画説明欄に貼ってますので、気になる方は見ていただければなと思います。最後はですね、もちろんデートでございます。僕ね、結構嫁とお出かけすることが多くて、その時にね、大阪市内はショーツで行くなって言われてるんですね。大阪市内にショーツとか、あとノースフェイスのロゴが入ってるやつを履いていくなって言われてて、なんでなんかっていうと、それは市内に行く格好じゃないって言われてるんですよ。大阪市内に行く格好じゃないってもう断言されてるので、まあ、基本的にはロゴのないやつとかっていうのを着ていくんですけど、じゃあデートスタイルっていうのは、まずはね、やっぱりこのショーツはちょっと子供っぽさがあるので、ロングの黒パンを履いていきましょう。そして足元はね、これで大人っぽくなったかなと思います。で上に関しては、僕ちょっと白色よりも黒系の方が似合うっていう、まあパーソナルカラーを持ってるので、今ちょっとねハマりかけているこのサンスペルっていうところのイギリスのブランドの T シャツなんですけど、まあ、チャコールグレーみたいな感じなのかな。ブラックほどいかんけど結構暗めっていうのに着替えましょう。そしてサングラスをかけて、まあ、大人っぽい雰囲気を出していこうというところで、まあ、ちょっとデートっぽい感じになるじゃないですか。でまあちょっとね、こうやってメガネこうやって外してピュッてかけとってもええし、ちょっとねこの大人な感じがするんじゃないかなと思います。で靴なんですけどね、そこで出てくるのが、そうなんですよ、こちらナイキエアホース×ティファニーというねスニーカーをこうワンポイント合わせるのちょっと可愛くないっていうことでね、これは嫁からしたらそれもダメだよって言われるかもしれないんですけど、実は言うとね、これ僕の中でちょっとこだわりがあって、このブルーのレンズ
を足元で拾ってるんですよ。だからちょっとブルーブルーでこうしっくりくる感じに、ね、なるんちゃうかなと思って、ちょっと一回吐きましょう。はい、こんな感じでいかがでしょうか。ちょっとワンポイントだけねアクセントがあるような感じで、あとはちょっともう大人っぽい感じでもいいかなと思うし、もっと大人っぽくさせるんやったら、まあよく僕履いてますけども、このエコーのゴアテックスのこれスニーカーなんですよ。レザースニーカーなんで、こんな合わせるともう完全に大人スタイル。だから女子は多分こっちよりもこっちの方が好きなんちゃいます？こういう感じの方が。あ、それいいって言ってくれ。あ、ちょっと靴下、ナイキの靴下めちゃって恥ずかしい。いいかなと思います。これでドライブデートなんてどうです？ちょっといかつめの SUV とか乗ってね。あ、お待たせなんて言ってね。よし、じゃあ行こうか。なんて言って。ちょっと今日イタリアン用意してるからなんて言ったりしたらキュンじゃないですか。あ、このスニーカーに関してはね、僕をいつも応援してくれてる隊長っていうのが兵庫県の姫路市にいてくれてるんですけど、その姫路で、焼き鳥屋さんやってます。ちょっとまたお店の場所調べときますけども、そこでね隊長がいつも応援してくれてて、こうやってこれもねプレネで買っていただいて送っていただきました。で、他で言うならまあやっぱりこのオン、これもね捨てがたいなと思って、もう今回足元に結構注目させてもらってるんやけど、ちょっと歩くデートしますという時なんかはこれが一番いいと思います。オンにしといてこう歩きやすい。特に女子の買い物、奥さんの買い物って長いでしょ。もうあれがいいこれがいいって言って最終的に一番最初のとこ戻んねん。おい戻るんかいなって思うんやけど、結局戻るでしょって考えたら、歩くこと考えたら絶対こっちだけど、カフェとかもう映画館とか行ってあんま歩かへんねんっていう時はもうこのエコーのスニーカーで、いやいや嫁より目立ってなんぼやでっていう時なんかはこのティファニーのスニーカー。また買い物動画なんかではね、このティファニーのスニーカーせっかくこれいただいてますので、こういうのガンガン履いていきたいなと思ってます。ということでね、今回7月に来た洋服ということやったんですけども、やっぱりもうちょっと暑く、まだ梅雨が明けてないので、この撮影時には明けてくるとこうあったかい、もうちょっとね丈が短くなったりラフになってくるかなと思うんですけども、あ、ちなみにねよく聞かれますけど、僕ね紐は全部ゴムに変えてるんですよ。どういうことっていうと、このいちいち外すのめんどくさいから、これね全部ゴム紐に変えてて伸びるようになってるんですよ。で、一番ジャストサイズでギュッて締めてんだけど、履く時だけギュッて伸びてまた戻ると。で、このティファニーのやつもやろうかなと思ったけど、紐が違いました。この丸紐なってるから、勝手にそんなん変えたらまた雰囲気変わるやろうから、多分それはできないと思うんですけども、気になる方はね楽天とかで調べてみてください。これほんまに数百円とかで売ってんちゃうかな、600円とか700円とかで売ってたような気がします。特にローカットはいいんやけど、ハイカットのタイプ、まあ僕もジョーダンとかあるんですけど、それは全部紐、ゴム紐に変えてます。もう脱ぎ編みするのめんどくさい時って一番履く気なくなるからね、勝手にそんなこと思ってやったりしてるんですけど、まあ、そういったことで今回ね7月に着たい服3シーンで分けました。バイク編、ラフ編、デート編ということで、ね、またもしかしたら来月もするかもしれないですけど、その時はよろしくお願いします。ということで本日はですね7月に着た洋服7月編、ということでやってみたという、なんてまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。